市民にお詫びを申し上げます。12月19日に営業開始する予定だった台湾中部初の新交通システム台中メトログリーンラインは、試験営業期間中に連結器の軸が折れていたことが見つかりました。安全性に懸念があるとし、羅秀燕台中市長は14日に営業開始日は未定だと発表し、市民に謝罪しました。台中市交通局によりますと、検査を行った結果、折れた連結器の軸の強度は基準を満たしていないことが分かりました。他の軸にも問題があると懸念されています。車両の製造を請け負った川崎重工業も、台中メトロの建設工事を請け負った台北新交通システム建設工事局も、軸を強化する改善案を提案したものの、同じ問題は二度と発生しない保証はできません。台北市新交通システム建設工事局は、来年の2月までに問題を改善する予定です。台中市はこれに対して楽観視しすぎたとみて、安全検査と試験運行を考慮した上で改めて解決策を提出し、日程を見直すよう要求しました。